アマチュアは3回目なんで、何が何でも勝つっていう、マジで呪ってでも勝ってやろうかって思ってます。一個嫌なのは地元関西でやるのに勝手僕が青コーナーっていうのが嫌ですけど、それはまあ相手1位なんで仕方ないですね。僕が挑戦する立場なんで今回。別にチャンピオンから出て自分的に守るもんもないし、駆け上がりの時みたいに負けることを恐れずにガンガン攻めていく、キックボクサーは泣かないぜ。まだデビューしてから2年しか経ってないんで、そう思うとなんか、あ、遅いなと思ったり、なんか理想とは違いましたよね。まあ身近に1回も負けてない人がいたりとか、本当ジムの先輩とかでも活躍してる先輩がいたりとか、そういうのを目標としてきたんで、そう思うとなんか自分の思い描いてたものとは全然違うなと思いましたけど、でもこれもなんか うるさ、いい話したのですね持ってますね、はい、いろいろ持ってますね。7.5 万かな、から11.7 万ぐらいまで伸びたっすね。もうバーって一気に行きましたね。びっくりしました。その最初ちょっと出るのは抵抗感あったんですよ。けど考えた時に、天心がやってないことをやったら、ナスカ天心弟としてとかじゃなくて、ナスカ龍神として見られるっていうのは自分が望んでたことなんで、っていうことでまあ出ることを決心したっていうのも一つの理由。それが結構、ね、今いい方向に進んでるんで、何事も挑戦だなとは思いましたね。前まではなんか超えてやると思ってたんですけど、なんかもう自分で戦っていけば自分の評価が上がってくるんだなってもありますし、それこそ結果でやっぱ出せたのがその前回の試合だったんで、もうそこはあんまり思ってはないです。なんかもう一緒に頑張ろうって感じです。あの試合はやっぱいろいろ背負うものがあったっていうか、アベマの恋愛リアリティショーにも一緒に出てた子が応援来てくれたりとか、負けられなかったっていうのが強いし、ランキング1位っていうの選手で絶対に勝ってやろうっていう気持ちもあったし、なんかそういう気持ちが出たのかもしれないですね。ニューオーリアントーナメントで塚本選手に負けて、やっぱ塚本選手にやり返してやりたいっていうなんか気持ちが負けた時からずっとあったんで、自分の中でそういう気持ちの部分ではベルトを取るより価値があるんじゃないかっていうのは思ってます。前もやっぱりモームに対して対策はしながらやったんだけど、それが出てなかったんですよ、まるっきり。この間の松本天心試合やる前に言ったことをやれるように、なんかこうリングの中で進化したっていうかね、今までで一番集中しててやりたいことを出したっていう感覚はあったから、その延長線で今ちょっと練習を見てるとすぐ吸収する、やっぱりそれが試合の中で絶対に当たるなっていう感覚がもう見えてるっていう感じだよね。得してますよあいつは。
いろんな面において、まあ、天心もいるし、その中でやっぱりこういろんなものに挑戦させてもらってるから、ここでもうリベンジしてやりたい、自分自身もすごい乗ってきてる時だとは思うんで、いいタイミングですよね、はい、この前高1になったばっかかなと思ってたんですけど、もう気づいたら卒業やったんで、めちゃめちゃ早いですね。一歩届かへんかったなって、高校でライズのベルトって思ってたんで、カーキンで喋ってるんで、僕の黒さと僕の強さを見せたりするんです。何しとんと思いました。普通シンプルに邪魔すんだよ、もうタイトルマッチやったやんと思いました。恋愛してやっぱ強くなるんやなって思います。女知って強くなるっていうんで一皮むけたんじゃないですかね。女の子手つないだったんです。前回の時よりかはレベルアップしてると、それはしてると思うんですけど、僕もしてるんで、同じ幅成長しても僕勝ってるんで、多分結構倒されるみたいな、バチバチじゃなくてテクニック勝負になるんじゃないかなと思います。倒したですけど、まあそう簡単に倒しますって倒れる相手じゃないのも分かってるんで、それほど準備してますし、今回はムエタイとキックのコラボネーションみたいなしようかな。蹴りっす、ほんまに蹴り、8割蹴り。負けれないっすね。もう名前出されるようにませなあかんのちゃうかなって。勝たな勝たなじゃなくて、まあ負ける勇気持って楽しめよって感じね。自分の作り上げてきたものを1ミリもミスせんと作品を見せろよっていうだけです。僕が挑戦する立場なんで、今回一個嫌なのは地元を関西でやるのに勝手を僕が青コーナーっていうのが一個嫌ですけど、それはまあ相手1位なんで仕方ないですね。これ勝てばまた次タイトルマッチだと思うんで、けどタイトルってあんまり今考えてないですね。なんか塚本選手勝つっていうだけっていうか、ここ勝たないと先も何もないんで、うん、勝てば次っていう感じです。龍神が今日好き出たんで、格闘技知らん人もいると思うんで、そういう人に思い伝えれるような熱い試合にしたいですね。夜が勝って可愛い女の子全員俺のファンになるよ。彼女作りたいっすね。試合呼びたいっすよ。本当に負けられないです。アマチュア合わせて3回目なんで、何が何でも勝つっていう、なんかそこの執念っていうか、マジで呪ってでも勝ってやろうかって思ってます、はい。まあフライ級の中で次期挑戦者になるとは思ってるんで、まあそれにふさわしい2人かなとは思ってます。どっちが来てもかかってこいって感じなんですけど、自分のやることは変わらんへんから、僕は対世界と戦っていきたいと思ってるんで、俺は一歩先行ってんぞっていう試合を見せますね。もう最後乗ったん小学校6年生とかそれぶりっすね。前回はちょっとダメダメやったんで、もう一回経営入れ直すためにちょっとお前今からツーリング行くぞと。気分転換やな。気分転換で私はに向けて、まあ家族にはもう昔からずっと感謝してますね、はい。前回後楽園の2月大会でメイン張らせてもらって、まあちょっと情けない試合してしまって、あ、本当ですね。広島の左の肩ですね。
自分でそのチャンピオンになったからっていうのを大きくしすぎたっていうのもあって、見せなあかんって思いすぎたのが一番の自分の動きを失ってしまった一つかなと思います。メインやし、まあ倒してやっぱチャンピオンはちょっと違うぞっていうのを見せようと思ったんが空回りしたって感じですね。あそこでしっかり勝ち切ったり、まあ倒し切ったりするんが本当のチャンピオンやと思うし、スターになる選手や思うんで、そこは本当にまだまだやなと思いました。今回もまた相手対人ってことで、前回と今回でいかに自分が変わってるか、どう進化した姿を見せれるかっていうのが今回のテーマかなと思います。あんまりそこは気負わずにガンガン攻めていく、駆け上がりの時みたいに負けることを恐れずにやっていくことが逆にチャンピオンとしての戦いやそういう結果につながってくるのかなって思ったんで、別にチャンピオンからといって自分的に守るもんもないし、一ラウンド目からガンガン攻めていこうかなと。地元大阪の試合でなかなかみんなやっぱキャラがすごい濃いんで、それに負けないように自分色を出して会場を沸かせます。チャンピオンになって、まあ、まあある程度試合順とかも初めの方じゃなくなって期待もされてて、それを全部楽しんだろうかなと。大阪のみんながぶち上がるぐらいの完膚なきまでに倒し切って、一島陸やっぱフライ級の中でちょっと頭抜けてるなと、そういう試合をするんで、キックボクサーは長編でちょっとあんまなんかしっくりこないですね。はい、あんまちょっとしっくりこなかったですね。キックボクサーは長ないぜ。